新メンバー、エミリー・アームストロングとコリン・ブリテンを迎えたニューアルバム、From Zero は11月15日リリース決定。リンキンパーク、リンキンパークが7年ぶりとなる新曲、The Emptiness Machine を9月6日に配信。メンバーのジョー・ハーン自ら監督を務めたメガボルトも公開した。今回の再始動にあたり、マイク・シノダ、ブラッド・デルソン、フェニックス、ジョー・ハーン、 という従来のメンバーに加え、デッドサラというバンドで活躍したエミリー・アームストロングを共同ボーカルに、g フリップ、イレニアム、ワン・オクロックといったアーティストのソングライティングやプロデュースで知られるコリン・ブリテンをドラマーに迎えた新生・リンキン・パークは、新曲、ザ・エンプティネス・マシンに続き、11月15日にはニューアルバム、フロム・ゼロをリリースすることも発表した。 新曲リリースと同時にリンキンパークの公式サイト及び YouTube チャンネルでは、日本時間9月6日7時からライブストリーミング配信が行われ、新曲、The Emptiness Machine のほか、南部、One Step Closer、In the End、Faint などバンドの代表曲を交えた全14曲のライブパフォーマンスが配信され今回の再始動を盛り上げた、現在もアーカイブ視聴可能。さらに、ニューアルバム、 フロムゼロリリースへ向けて、ロサンゼルス、ニューヨーク、ハンブルク、ロンドン、ソウル、ボゴタの世界6都市で、フロムゼロワールドツアー2024と題したアリーナツアーを行うことも発表され大きな話題となっている。2017年以降、バンドとしての活動は休止していたリンキンパークだが、マイク、デルソン、ファレル、ハーンのメンバーは近年再会を始めていたそうだ。 バンドを再始動させようというよりは、単に一緒に過ごす時間を増やし大学時代からの友情の核である創造性と仲間意識を取り戻そうという直感のもと再会の機会を増やしていた彼らは、この間に様々な友人や仲間をスタジオに招き、その中でエミリーとコリンに特別な親近感を覚えたという。スタジオでの時間を重ねるにつれ自然なケミストリーが生まれ、こうして今回の再始動、すなわち、 クロムゼロの誕生につながったのだ。